アニメーション映画声の形は9月17日より全国ロードショー。ぜひ劇場で感動を味わってください。伝わらない言葉好き、でもその思いはきっと伝わる。泣かないでよ西宮。映画声の形。二人の声に優しい涙が溢れ出す。神様、どうかもう一振り、俺に力をください。映画声の形。餌やり楽しい？あ、そっか。西宮、やっぱそれあんまし見ない方が。え、待って、西宮落ちた。どうした、石田君がどうかしたのか。おいおい少年、石田君の代わりなんで、一体何するんだ。何これ。西宮、ごめんな、落としちゃって。あ、うん。